か昔から持ってた人みたいな。忍者すごいっすね。と忍者さんで、その食わず嫌いは良くないなっていうのをすごく知りましたし、乗ってみないと分からないっていうのが、はい、今日のテーマになりました。寒くて口が回らない。はい、飛びます。鍵が大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。あ、違う。これギアチェン超怖いな。この角度初めてだな。大丈夫ですか。大丈夫です。あ、マジ大丈夫かな。まあ、頑張りますわ。はい、お気をつけて。早いな。いやー、なんだろう、軽いんだよな。見た目より全然軽いんだよな。怖い。チャラい。この子チャラい。見た目真面目そうなのに実は遊んでる人っているじゃないですか。そんな感じ。忍者は逆だったんですよ。見た目がやんちゃそうなのに乗ってみるとなんか意外とこう優しいみたいな。この子はね、重そうで軽いんですよ。真面目そうでチャラいんですね。いや、悪口じゃないんですよ。なんかその好みね、あるじゃないですか。SR ちゃんもいい経験になりましたね。した、はあ、購入する候補ではないかな。たまに乗るのはいいかな。なんか人が乗ってるのをちょっとたまにまたがらせてもらったらそういう感じになるのはありかなと。なるほど。ちなみに忍者どうでした、そう買う候補的な。あ、はい、でも、はい、意外と入るかもしれない、安定感が良かったし、忍者ファンすっごく忍者のこと大好きじゃないですか、コメントでもすごい忍者勧めてくださる方結構いるんですけど、来てますね、それを勧める意味もすごく分かったし、忍者を好きになる理由もすごく分かりました、ちょっとそろそろ日も暮れてきました。時間的に最後かなって。そうですね、はいはいはい、最後に乗れるんですか。ハーレーダビッドソンに乗りたいんですけど、もうね、音が違う、やばい、来てる、近づいてる、来たー、来たー。もう音が全然違う。なん音だけに当たります。ご要望のお品でございます。いやいかつい。いやかっこいいね、やっぱなんかやっぱ鼓動ですよね。確かに、ドク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 っていう、いやすごいわ、すごいわ。かっこいいね。いやかっこいいね、これは。ちょっと乗らせてもらってもいいですかね。失礼します。
重でもさすがのねこの石付きだし、うん、いやでも重いねやっぱね、はい、これを下にやると電源半分今ニュートラルですけどね、はい、それで接したで一回した時になってサイドスタンド出っ放しても発信できちゃうと、はい、振動が全然違う何これどうぞ。ハーレーっていうのよりも、うん、なんか若干ほんと馬乗ってるみたいな感じだった馬、うん、なんか重くて重くてずっしりしててびっくりしたいや、やっぱ欲しいっすかいやなんか、うん、なんかね、まだちょっとレベルが高い気がするだからちゃんと乗り慣れてからじゃないと、うん、なんか自分のものになかなかならない感じ、うんうん、寒いここじゃもうなんか全然世界が狭い感じ。狭い感じ。わかります。もっとブンって行きたいんだけど、ブンって行くにはちょっとここが狭すぎると感じた。なるほど。このエリアが。じゃあこれはじゃあちょっと行動で走りますか。じゃあ走りますか。走りますか。怖ー。やってみますか。はい。はい、いつものすっぴんです、はあ、気持ちよかった頭と生き返った、はあ、気持ちよかったはい、よかった